岡市東区テリハのアイランドアイに新たに体育館がオープンしました。アイランドアイコートミライバは国内プロバスケット B2 リーグに所属するライジングゼファー福岡の練習拠点として活用されます。オープニングセレモニーでは子どもたちがチアパフォーマンスで花を添えました。選手たちは集まった小中学生を相手にバスケ教室を開くなど地域との交流を深めていました。アイランドアイコートミライバでは来月6日7日に福岡県アンダー12バスケットボール大会が行われ、秋以降はバレーボールやバドミントンなど地域のスポーツイベントにより広く開放される予定です。